近づいてきてますね。なんかすごい JR とか止まってるっぽくてねえ大変。東京はこれから朝にかけて、そうなん、雨強くなる。皆さんお気をつけください。広島は今降ってないです。今日はね、いろいろとショッピングをしてきたんですけども、見てほしいよ。すごいね、おたかつしてきて。コナンのねアクスタを買ってきました。コナンプラザで、広島のパルコで今コナンプラザでやっておりまして、トートバッグとか、アイちゃん、めっちゃ可愛いんですよ。あともう一個あるんだけど、あれどこ行った、あった、アクスタをね開封しよう。最近ね、なんかアクスタを買おうって思ったことあんまなかったんだけど、どれだけ好きでも。なんか最近アクスタ結構いいなって思い始めて買ってます。なんかまあ本当にいいなって思ったやつだけなんだけど、まずこれは一番お気に入り、灰原哀ちゃん。しかもね、わかるかな、なんか水彩画っぽいんですよ。見てほしい。こいつちょっとショールームの反射が伝われ。質感というか色見て、なんか普段の絵と違うくないですか。これは絶対買うべきと思って、まず愛ちゃんをお出迎えしました。私のね、あそこにあるなんかちっちゃいテーブルがあるんですけど、あそこにだいたいなんかおたかつグッズを置いてるんで、あそこに置きたいと思います。まず愛ちゃん、いや、やっぱ今年の映画のおかげでね、やっぱ愛ちゃんのグッズがめちゃくちゃ多かったですね。まあこの愛ちゃん推しなんだよね。でもう一人私の推し面、赤井秀一。こっちも同じタイプ。これすごくない？色味が、なんていうの、なんかアニメのこうベタってした塗り方じゃないんですよ。なんかこうめっちゃ綺麗なんですよ、このアクスタ。伝わってほしい。赤井さん、これ赤井さんラス一、もうないです。赤井さんとこの絵柄のアクスタはめっちゃ欲しいと思って買って、いや本当にね、コナン君買おうか迷ったんだけど、ちょっとねいっぱい買いすぎたなと思って一旦やめました。めっちゃ可愛い。この2人がとりあえず推しなので、この2人血縁関係あるからやっぱ揃えたいと思って買いました。解散でか。はい、で
個人的にめっちゃ可愛いなって思って買ったのが、次はね、なんかジオラマアクスタ、ジオラマアクスタってやつなんですけど、なんか背景なんかね3つぐらいこうあって、でどんどん重ねていかないといけないんですよ。背景もあって、まず背景トラックに、ね、どこに何を、あ、ここか、あ、ちょっとアクスタの嫌な音、どこに何を刺せばいいのやら、こうか、いってー、買った、めっちゃメリメリ言ってるけど大丈夫これ。でこうね、工藤新一、この絵柄があまりにも可愛すぎて、あとクリームソーダ、私クリームソーダ最近好きなんですよ。これはちょっとあまりにもちょっと私向けだと思ったので買いました。いや間違えたね、やる順番、超硬い。最近クリームソーダ活動してるんですよ。え、こんなクリームソーダが前に来ていいんだろうか。なんか、え、や、なんか違う気がする。超クリームソーダって感じするんだけど、まあいっか。車が硬い。超硬いんですけど、割れるんじゃないかって心配になる。さっきのアクスタよりこっちの方がまだちょっと安かった。まあ、ミニキャラだからかな。はい、完成。あら、かわいい。かわいいじゃないの。これは工藤新一のジオラマアクリルスタンドです。いや、いいね。で、これはこの3つを最初お会計持ってったんですよ。そしたらなんかあと500円分購入したらなんかトートバッグつきますよって言われて、えみたいな、じゃあちょっと持ってきますって言って、まあ迷ってとりあえずあのこの平治のね、平治のジオラマを買いました。まあこれは私は平治くんはちょっと推しメンじゃないので、これは平治が推しメンのソラハにあげようと思います。なのでちょっと開けずにね、これなんか抹茶飲んでますね。平時のグッズあんまなかったんですよ今回は、だから一応ねこれは買いました。これ可愛いなと思ったんで、でまあトートバッグも3種類ぐらい選べて買ったのが、もらったのがハイバラアイソロソロトートバッグ、かわいい。やったぜっていう感じでね、今日は見事に推し活したんですよ。かわいい、めっちゃかわいくないですか。
かわいいね。最高。コナンプラザね、今広島に上陸してて嬉しい。とにかくね、最近は本当にあのアクスタにねハマってます。かわいい。え、マジでかわいい。いつもね寝る前に眺めてます。私こっち側にベッドがあるんですよ。で、あそこにベッドサイドテーブル置いてるんですよね。で、あのアクスタを見ながら寝てるので起きたいと思います。マジで可愛い。皆さんがアクスタをね買う気持ちが分かりました。もう本当に最近アクスタの良さが分かってきた。あ、フィギュアって結構場所取るし、私はあんまりフィギュアにこう萌えを感じないタイプの人間なんだけど、アクスタは分かる。アクスタはめちゃくちゃ分かります。本当にいい買い物ができた。今日はね本当にこれだけ収穫があったので良かったです。やったやった。可愛いでしょ。ホクホクやん。いや本当にホクホクですね。嬉しい。でもね、集めたくなっちゃいますよね。こうやってなんか一個持っちゃったら。そんな感じですかね。今日の収穫。服も買いました。今日はお洋服も買ってきました。指輪も買いました。見てください。お花、なんかこの部分、この種じゃないけどこれのところさ、なんかなんて言ったらいいんですかね、いろんな色があったんですけど、紫とか水色を買ってしまいました。あとこれまだ開けてない。こっちはなんか絵画っぽい色の指輪、かわいいでしょ。こういうところを買いました。これも指輪、これも指輪です。夏は指輪をいっぱいつけようかなと思います。かわいい、なんかおもちゃっぽくてかわいい。最高。片手に何個つけるの。最高3つかな。でも大体2つだよね、指の形的に。今日めっちゃブルー。多分ね、私今日青い服着てるから青い指輪を買ってしまったんだなって思う。でもゴールドよりはシルバー買いがちです。どっちかって言ったら多いシルバーの指輪。そう、あとはまあ洋服買ってる。すごい一人買い物をしてきました。結構歩いたりしてね。
ソロショッピング、そうソロショッピングです。一人の方がでもなんか即決しちゃうね。なんか友達とかと行ったら楽しいから楽しさで満足してあんま買わないんだけど、いやいい一日でしたわ。楽しそうで何より、ありがとう。トーカさんに行ってない？トーカさん、なんか広島でトーカさんっていうお祭りがね、2日から、まあ今日からかやってるんですけど、行ってないですね。人はめっちゃ多かったです。トーカさん、雨大丈夫だった？雨は止んでました。トーカさんね、あんま行ってないんですけど、めっちゃ思い出があって、なんかね、大好きな人のミュージックビデオの撮影があって、そのミュージックビデオの撮影、まあ、何年前かな、本当に3年前とか3、4年前ぐらいかなって思うんですけど、大好きな人の MV 撮影が2日間ぐらい2日3日ぐらいに分けてあって、でね、なんかそのトーカさんの人被ってたんですよ。でその MV 撮影がなんか5時ぐらいに終わった時があって、17時ぐらいに、その時はねみんなでトーカさんに行きましたね、メンバーと。めっちゃ楽しかった思い出ある、トーカさんっていうお祭り。そう、みんなで行った。でも結構広島お祭りいろいろやってるんですよね。だから、まあ、トーカさん以外もめっちゃいろいろ行ける。若い衆が多いと聞いた。若い人めっちゃいっぱいいる。浴衣着てる人が多かったな。屋台は何が好き？何が好きだろう、屋台。なんか必ずこれ食べるってものはないんですけど、去年はなんかマシュマロ飴食べた、フルーツ飴屋さんで口周りベッタベッタになったけど美味しかったな。箸巻き知ってる？箸巻き知ってますよ。広島に、広島で売ってますよね。あんま岡山じゃ見ないんだけど、なんか箸に巻いたお好み焼きみたいなやつね。安いんだよね、箸巻き。食べたことないかも、でも どっちかって言ったら。私はね、なんか昔岡山のお祭り行ってた時は、なんかもうなんか、なんて言うんだろう、レディース会みたいな会があって、なんかマダムたちの、マダムたちがご飯を作ってくれる屋台があって、そこで食べれる冷たいうどんが大好きで毎年食べてましたね。なんかね、やっぱ普通の屋台と違うんだよね。まあめっちゃ安いんだろうけど、めっちゃ好きだったね。なんか 焼きそばとかお好み焼きとかじゃなくて、そのマダムが作った冷たいうどんを食べるのが好きだった。まだあるんだろうか。そう、ぐらいかな、夏の思い出。こんばんは、こんばんは。花火見てないね。見れたら嬉しいけど、トーカさんって花火はやってるのかな。もう花火のイメージないけどな。エンジョイできてて嬉しいよ。エンジョイできましたわ。よかったよかった、楽しい一日でした。一人でも楽しめるんだな。
おきちゃんを見ながら花火見たのはいい思い出ね。えデートフェスとか昔ありましたよね。懐かしいな。明日初めてトーカさん参戦する。おお、めっちゃ人多いのでお気をつけてください。めっちゃ人多いと思う。私も今日、私は今日トーカさん、トーカさんってパルコの裏とかから始まってるんですけど、私は今日参加するつもりはなかったから結構足早く帰った。人がもう買い物終わって外出たら人がめっちゃ多かったので、これはやばいと思って足早く去った。夏が始まりましたね。夏が始まった、合図がした、夏と青。主役は君だ。蒸してますね。雨でやっぱり蒸しますね。あ、そうだ、皆さんにね見せたいものがあったんですけどね、やっとね持って帰ってきたんです。パネルです。パネルがねうちの家にも届きまして、じゃじゃーん。これが私2個あるんですよ、 PR 舞台とシングルのやつ。これがね PR 舞台パネルです。 PR 舞台の衣装のパネルです。結構大きい、やっぱり。あと背景が白なのでなんかやっぱ輝いてますね顔が。うん、でもう一つがですね、シングルの方なんですけど、こっちが9枚目シングルのパネルです。こっちはまたこっちでなんかちょっと絵画風な色味ですよね。これでも2個揃えてくださってる方とかお話し会の時いらっしゃってめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。綺麗で綺麗に撮ってもらいました。しかもね私ねこの撮影ね、あのメンバーの中で16人の中で1番目だったんですよ。だからこのね後ろの布とか手動で動かしてるんですけど、めっちゃねいっぱい撮ったんよね本当にめちゃくちゃ撮ったんですよ。わあ、なんか YouTube 撮ったのを思い出してきた。 YouTube は撮ったんですけどメイキングなんか直しが多すぎてもう手がつけられなくてお蔵入りしそうです。そう撮った、そういえばこの撮影の動画も気がする、撮った気がするっていうか撮ったんですよそう、ちょっともう無理かもちょっとね直すところが多すぎて、うん、私が頑張ればいい話なんだけどなんか難しいそうなんですよ。編集しないでいいのに編集しなかったら載せれないまあそこはもう私の胸の秘密にしときます。
次の MV 撮影とかがあったら次はもう頑張ろう、こんばんは、初見こんばんは。 YouTube ね、撮りだめはね割とあるんですよ。編集って感じ、あとはあとは編集って感じ。すごいなと思う、なんか毎日投稿とかしてる人めっちゃすごいなって思う。まあゆるくやってるんですけど、もう少ししたら1年経つので、これからものんびり見ていただけたら嬉しいです。 YouTuber は毎日が基本ね、すごいよね、本当に尊敬する。編集する人やと確かに記念生配信とかない？生配信は予定してないけど、1周年はなんか動画出したらいいよね。楽しみにしてます、ありがとう。優しい、優しい声が、ありがとうございます。好きなユーチューバーさんいますか？いらっしゃいますか？私はね、結構なんかこうじって見るよりかは作業的に流しながら見てる、見たり、まあ、聞くかな、聞いてることが多いんですけど、最近は大食いの YouTuber とか見たりしてます。なんかめちゃくちゃカップラーメンを食べる YouTuber とかいて、 YouTuber さんとか、なんか自分は絶対できない職業だから見てる、すごい。あとは何だろう、でもうけつさん本当に最近好きで、さっきも小説買った2冊、うけつさんっていう作家さんの YouTube チャンネル、すごい私全然知らなくて、知らなくてっていうか知ってたけど、お顔は知ってたけど見たことなくて、やっとちゃんと見始めたんですけど、めちゃくちゃ面白くて、その本をね出版されてるから2冊買った、結構ホラー系の話を書かれてるんですけど、変な家と変な絵ってやつを買って、変な家っていう作品は今日読んだんだけど、変な絵っていうね、最近出たやつ、最近ではないのか、新しく出たやつはさっきまで見てました。もうショールーム始める10分前ぐらいに見てました。いや面白いなんか集中できる、スッと。最近あんま小説読んでなかったか、まあ、小説って言っていいのか難しいけど、うん、
最近見てます。でも怖い話読んでるとちょっとドア開いてるのとか結構気になって、ドア全部閉めて見てますこんばんは。でもなんか来年映画化するらしいからちょっと見に行きたい。楽しみやな。湊かなえさんとか好き。湊かなえさんあんま読んでないんよね。あのなんだっけ、白雪連続殺人事件みたいなやつとかは読んだことあるんだけど、そんな有名な作品しか読んだことない。最近あんま小説読んでないんですよね。でも今日ね、私あのその電子書籍なんですけど、電子書籍で、まあ、一番、まあ、3つぐらい使ってるんですけど、一番よく使ってるアプリがなんて読むんだ、 ebook って読むのかな、あの赤い本のアイコンのやつ、あれで、あのアプリで電子書籍買ってて、で何冊購入してるとか分かるんですよね。それで今日見たらその ebook だけで670とか言ってて、びっくりした。電子書籍になったのって私広島に来てからなんですよ。で広島に来てから、まあ、実家にいた時はあの本で買ってたから、だから広島に来て6年目にを迎える年なんですけど、まあ、5年かな、5年なんですけど、 ebook で600なんぼでした。70とかレンターもあるんだけど、レンターちょっと数えてない。でも最初は、一番最初はレンターを使ってたんですよ、最初の2年は。だからレンターも結構あると思う。であとはなんか LINE 漫画とかジャンププラスとかヤンマガとか、おーびっくりした、物が落ちてびっくりした、ジャンププラスとかヤンマガとか、あとピッコマとかでそれぞれに課金して単話ずつ買ってるっていうのが多いから、まあ、そういうのを含めたらちょっと分かんないんですけど、結構読んでるなって思いました。小説とかあの漫画含めてね、うん、今の音何、なんか物が落ちた。でも何が落ちたか見えないんだよね。 なんか丸いものが落ちました。さっき怖い話してくれたからちょっとびっくりしちゃった。こう見えてバクバクバク。そうなんです。でも小説ね、まあ、電子書籍得意じゃなくてね、割合で言ったら結構少ないんだけど。そうなんですよ。でも一応買ってました。でも計算したんですよ、その600何、まあ、大体この間適当に電卓で600×、まあ、大体の、まあ、私がよく買うのは漫画なんで、漫画は大体まあ500円ぐらいじゃないですか。まあもっと高いやつもあるけど、大体500円とかでやったら35万って出てきて、35万で600冊ってなんかコスパ良すぎないって思ってびっくりして、えみたいな。だって600冊分のなんか感動が一個一個ある
わけじゃないですか。なんかめっちゃびっくりして、知識とかだってその一冊にが全然違う話じゃないですか。なんかびっくりしました。なんかもっと本って高くていいんじゃないかなってなんかすごい心配になったっていう雑な感想です。作者に優しい。え、だって優しいっていうか、こんなに感動させてもらって、だってめちゃくちゃ時間かけてるはずなのに、なんかそれをね、しかも私は多分電子書籍で買ってるから、もしかしたら入るお金なんてもしかしたら結構少なくなってるかもしれないって考えたら、もうなんかこんな値段で読んですいませんって気持ちになってしまう。ありがとうございます。ありがとうございますって。すごいんだなって思いました本ってコスパがいい。でも結構プレゼントとかでも漫画とか小説いただくことが多くて、それとか含めたら結構見てるなーって思った。でも広島最近本屋さんないんだよな、あんまり。なんかあんまなくなった。市内はね、なんか本屋さん結構閉店してるイメージある。古本屋さんとかもなくなっちゃったりとかして悲しい。でもなんか広島ってなんか漫画図書館っていうものがあるらしくて、すごい一回行ってみたいんだけど、ちょっと遠いんだよね。なんかすごい珍しくないですか、漫画図書館って。なんか有名らしい。行ったことないけど あと、まあ、これは全然関係ないんですけど、今瀬戸内 PR 舞台でムック本が発売されるんですけど、これから私のめっちゃ長めのインタビューとか掲載されてて、本当に小学生ぐらいの話からしてるんですけど、本の話とかも結構した記憶があるのでぜひぜひ楽しみにしていてください。まあでも小学生ぐらいの時の方がいっぱい読んでたな。そう、めっちゃ語った。3時間ぐらいインタビューあったんですよ。表紙とかね、ポストカードとか公開されてるんですけど、まだそんなね、私まだ読んでないんですよ。だからどういう感じなのか楽しみ。サンプルみたいなのは見たんだけど、完成形はまだ。めちゃくちゃ楽しみです。10万字インタビュー、そうそう、確かそんぐらいあると思う。すごいよね。私服と P
PR 部隊の衣装と、あと自分が好きな STU の衣装で撮影してます。私はね、風を待つの衣装で撮った。楽しみに。ロッキンオン並みのインタビュー、せやな。ぜひぜひサイン会もあるのでお待ちしてます。楽しみだな。6周年本もあります。6周年本はこの間インタビュー受けました。5周年からね、また変化があるんじゃないかなって思う。なんか STU 毎年4周年ぐらいからドキュメンタリーブック発売してる何気に毎年恒例。いっぱいだね。そう、いっぱいなんですよ。楽しみですね。きちゃん、ボーリングの腕前はどんな感じ？私ボーリングね、あんまなんか好きでも嫌いでもないんですよ。だからわかんないですちょっとわかんないですね、腕前がどんなものなのか自分でも分かってないですね。なんか小学生ぐらいの時にやった記憶はそんなに、なんだろう、長いなって思った記憶があるんですけど何かあんま分かんないんですよね。どうやったら勝ちなのかがよく分かってない。何をすれば勝ちなのかもあんま分かんない。ダメですよね、私本当にスポーツユニットとしての自覚がありませんねたくさん倒せばいい、らしいマジそのぐらいの知識。ストライク取れる、いやわかんないですね多分その質問に対して私何も言えないと思う。わかんないからな、申し訳ない。ちょっとあんまやった記憶が薄いですね。小学生の時はなんか毎年あったんだけどな、町内会みたいなので。でも理解してなかったからなんかゲーム長いなって思ってた記憶だけあるんですよね。そっからあんま記憶がないっすね本当に。得意なメンバーいるんだろうか。いやーどうなんだろう。昔なんかテレビでココアさんがなんかボーリングがうまい助っ人みたいな感じで出てた気がするけど、本当にそうなのかはちょっとわからない。楽しんでください。ありがとう。ボール持てる？いやー持てるとは思うんですけどね、持てるとは思うんですけどどうなんでしょうね。そこまで握力が強くないから。みちさんたちも練習行ってたらしい。なんか意外とガチなのかな、私全然練習してないけどそんなガチるもんじゃないと思ってた。そっか、みんなごめんね、私こんぐらいの気持ちでスポーツいつもやってた、本当にごめん。
本当に申し訳ない。あの球技大会とか全然本気になれないタイプだった。本当に申し訳ない。応援だけはしっかりやるタイプなんだけどね。バレー部だったんですけどね、昔。なぜか応援、まあ試合には出たことないんで、応援、しかもバレー部応援もね厳しかったんでね、応援だけはやってましたよ。めっちゃ声出してこうやって。懐かしいです。なんで私と一緒にね、スポーツしたら応援だけはちゃんとします。ラウンド1のピンのコスで応援されたい。これシュールなんだが。おきちゃんがバレー部。そう、意外ですよね。なんかね、本当は美術部に入る予定で仮入部まで終わってたんですけど、席が前で仲良くなった子に美術部バレー部に入ろうよって言われて、なんかバレー部に入らなければいけない空気を読んでしまってバレー部に入りました。流されちゃいましたね。でもやっぱり厳しくて無理だったのですぐ辞めちゃいました。そうなんですよ。なんで試合とかは一回も出たことないけど、私が唯一スポーツでちゃんとした知識を持ってるのはバレエ。バレエの知識はありますよ。技術はないけど。そんな感じかな。まあこれは結構何回も話してるんでね、まあちょっとまあ高いよみたいに思われたらすいません。美術部だったら同じだったのに残念。そう、美術部はね、記憶が正しければ一回も入ってないんよね結局。なんか仮入部までしてもう入る、なんか中1の時に仮入部して、で美術部の先輩とかと一緒にカラオケとかに行って、初めてこうやっぱ美術って結構オタクっぽい人が多いじゃないですか。うちの学校はそうだったんですよ。でもまだその時はあんま、今はオタクがファッションみたいになってるけど、なんかオタクに人権がない時代だったから、まあ私はクラスとかでもオタクを隠してて、でも美術部に仮入部した時はすごいオタクが多かったから、こうなんかカラオケ行ってボカロ歌おうよみたいになって、なんか人生で初めてボカロを歌ったんですよカラオケで。で、ああ美術絶対楽しい部活になるって思ったんだけど、結局入らなくて、でカラオケとか行ったけど、すいません入りませんって言ったら、美術部にも 入りづらくなってしまって 結局オタクを隠して中学生は生きた記憶がありますね。中学生の時は一回もオタクを出さなかったですね。まあクラスに一人なんか仲良くなった子が隠れオタクで、その子と交換日記して、その交換日記の中でオタクトークをするっていう、なんかこそこそとすごい二重スパイみたいなことはしたことあるんですけど、高校も特にオタクを出すことなく、いつからなんだ、なんで急にそんなファッションというかオタクがステータスみたいになり始めたのかわからないけど、まあそういう時代になってからは全然隠してないですね。メンバーもみんな結構オタクの話とかするし、まあそれがアイドルとかアニメとかはいろいろだけど、
なんか今もうめっちゃなんかすごい可愛い女性がめっちゃ板場持ってるとか、すごいなんかそういう感じですよね。推し活ね、推し活か。懐かしい。まあそういう中学生生活でしたね。今日も推し活してきましたよ。あいちゃん、推し、推しか、いい言葉だ。お仕事忙しすぎてバテそう。お仕事お仕事大変。大変だ。頑張れ頑張れ。なんかすごい皆さんも推し活してるんですね。すごい。ST は結構オタク多いんで、オタクトークとかは結構できて楽しいですね。でも完全に会う人ってやっぱいないよね。趣味がきっとできたら楽しいんだろうなって思う。だから皆さんはね、まあ一人で推し活してる人もいるのかもしれないけど、友達ができてるっていうのはめっちゃすごいことだとね思いますよ。いいですね。皆さんギフトありがとうございます。さやかりんとは趣味合いそう。まあ一番近いのはさやかりんかな。そうですね、メンバーの中だったらうん、単独でやってます。まあ単独もきっと楽しいよね。同じもの好きだと取り合いにならん。ああ同担拒否ってやつですか。なんか3次元だったらそうなんかもしれんけど、あんま2次元で同担拒否ってならないんだよね。なるのかな。私は全くならないかも。取り合えてないやグッズとかってこと。それはまああるかもしれん。どうだろう。48グループあんまりそういうの聞かないね。どういうこと？取り合いをするってこと？俺の推しだぞみたいな。聞いたことないかも。そういう文化があるのかな。
そうなんかな、俺の時代だとちげえ俺のだみたいな、俺の嫁がこう強くなった場合のことかな。それは知らなかったな。ちょっとまだまだ私の見聞が浅かったですね。なるほどね。ちなみに私はあの誰のものかって言われたら両親のものなのではい、そこはまあしょうがないですね。まああのお母さんとお父さんから生まれたので両親のものですかね、どっちかって言ったら。みんなのものじゃなかった、いやみんなのものって言いたいんだけど、みんなのものって言いたいんだけど、ちょっとやっぱお母さんとお父さんが大好きだからお父さんとお母さんにしときます。親孝行確かに。結婚したいメンバーと彼女にしたいメンバーと娘にしたいメンバーそれぞれ別なのは DD 汗。どうなんだろう。なんか私アイドルをあんまそういう目線で見たことがないから何とも言えないんだよね。ちょっとごめんなさいね、答えれなくて。ちょっとわかんないですね。どうなんだろう。それはコメント欄に聞いた方がもしかしたら答えが導き出されるかもしれません。私はあんまこの子妹にしたいとかこの子を彼女にしたいとか思って押したことはないかも。この子顔がええなって思って押してるんであんまないかな。そこに自分を分類させたくないかも、入れたくないかも。私の中の推しっていう存在は自分の何かにしたいとかじゃなくて、尊きものであれっていう高尚であるべき存在っていう感じだから、あんま皆さんの考え方とはちょっと違うかも。高嶺の花みたいなかな。私はね別に強要してるわけではなく、私の推しはそういう定義で推してるかも。美術館のあれみたいな、鑑賞みたいな、そんな感じですかね。女子はそういう割り切れる人が多い気がする。どうなんだろう。最近さなんか読んだ少女漫画が結構面白くて、なんだっけ、タモンくんは今どっちみたいなタイトルなんだけど、そのねアイドル、まあ、男性アイドルを推してる JK が、まあ、主人公なんだけど、なんか5人組だったか6人組だったかそのぐらいのアイドルを推してて、その中のタモンくんっていうね、なんかセクシー俺様担当みたいな メンバーを推してるんですよ、その子が。である日、まあ、ハウスキーパーのアルバイトでお邪魔したら、そこにはタモンくんがいて、で、タモンくんだってなったら、
本当のタモン君はめちゃくちゃネガティブで、なんかめちゃくちゃジメジメしてるみたいな、もうなんか生きててすみませんみたいな感じで、こう部屋の隅っこにこうちょんっていて、全然キャラが違ったんですよ。で、推しの家にハウスキーパーに行くことになるんだけど、全然キャラが違いすぎて困惑するみたいな、なんかまあそういう話なんだけど、すごいね、まあ、その主人公の子がね、なんか本当に主人公なのかなってぐらい、なんかグロテスクに死んでいくんですよ。なんか こういう表現したらあれだけど、なんかタモン君はね、なんかすごいネクラなんだけど、なんか一瞬だけスイッチ切り替えて、そのアイドルの時に戻れることができるんですよ、気合い入れたら。で、こうたまにこうそのアイドルの姿を見せた瞬間に、普通の少女漫画だったらなんかドキッとか赤面じゃないですか。なんだけど、その「タモン君はどっち？」っていう漫画の主人公は突然頭部が 弾け飛んで、なんかもう血がブワーみたいな、なんかモザイクみたいな、その推しが尊すぎて定期的によく死ぬんですよ、結構グロテスクに。結構それが面白くて読んでますね。でもだん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 、そのまあその主人公もね、プロとして仕事をやってるから、なるべくそのオタクを出さないようにしつつ、まあ、距離を詰めていくみたいな、まあ、そういう話なんですけど、結構面白いですよ。まあ、少女漫画だからな、ちょっとな。皆さんからしたらちょっと違うかもしれないんだけど、結構面白かったです。まあでもなんかその主人公に近いなって思った、自分のアイドルに対する考え方はなんか尊ぶべき存在みたいな。まあそれが言いたかっただけなんですけど なんかどっちかって言ったら俺のだみたいな、なんかあんまそういう考えはないかな。でも皆さんから思っていただけるのは全然嬉しいですよ、全然俺のだって言っていいですよ。そんな感じかな。崇拝、まあそうですね、ここら辺にいます。すごい服が可愛い これって梅雨のギフトなのかな、なんかチラチラ晴れのなんか太陽のギフトをいただくんだけど、ありがとうございます。梅雨だから晴れろってことなのかな、なんか天気予報感あるよね。こんばんは。天気予報をお伝えします。広島は今は晴れてます お天気ギフトだし。ありがとう。もう1時間ぐらい経ったんではないか。明日の天気をお伝えします。明日の広島は晴れです。今日確認したら晴れでした。ではまた雨になります、確か。ありがとうございます。
早いね、1時間過ぎるの。めっちゃ早い。今こっち雨ピーク。すー、なんか同じ日本なのにやっぱ移動してるんだな雲って。雨色しか可愛い。地味にこれ雨じゃなくて私的には空なんだよ。これ太陽、太陽、太陽後付けなんだけど、雨の服じゃないんだよこれ、晴れなんだよ。青空、青空。ニット似合うね。サマーニット、サマーニットってなんか暑いのか寒いのかよくわかんない。今日からねミスタードーナツ、新しいドーナツをね発売しててね、それ食べたいねっていう話をねメンバーとしてたんですけど、今日あかりんさんから LINE が来て食べてる写真が送られてきた。なんかわかります皆さん、かこれリングじゃないですかドーナツって、こっちとこっちで味が違うんですよ、半分半分で。だからどっかが交わってるはずなんですよね、多分食べてないから分かんないけど、なんかねあんこと生クリーム味となんかビーフシチューとホワイトシチューみたいな、なんかそういう系のご飯系と甘い系があって、いやーいつか食べたいなとか思ってるんだけど、毎回ね多分ドーナツ毎回ミスドはね期間限定のやつなかなかいけないんだよね。そう、なんかそれで思い出したんやけどさ、なんかまいちゃんがねポンデリングを食べてる時になんかポンデリングは U 字にした方がいいってなんかすごいあの商品開発にアドバイスしててね、リングじゃないじゃんって思ったんだけど、でもなんかその2種類の味を見たらね新しく発売される、なんかすごいその言葉を思い出したんよね。どういうこと？ポンデリングって一口目が結構食べるの大変じゃないですか、だからあれって一個一個食べていくやつじゃないですか、こうポン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 ってつながってて、だから U 字にしたら食べやすいみたいなことを言ってたんですよ。まあそれが本当に食べやすいかどうかは置いといて明日ミスド行くか、行ってみてください、ぜひぜひ。多分私がまいちゃんがミスドのドーナツを食べてる時にすごいなんか食べにくそうだったから、食べにくそうだねって言った記憶があるんですよ、多分それでそういう話になったのかも、あんま覚えてないよ、結構昔の話だから。U だとドーナツじゃない、確かにほぼチュロス、チュロスだね。襟がドーナツみたい、これ確かにドーナツ。晴れたありがとうございます。ここに今提供みたいになってたけど、パパありがとう。本日の配信では日差しが強くなっていくでしょう。
半袖でお外に出ることをおすすめします。以上、ショールームニュースでした。今何度？ 23.8 度、広島 23.8 度。まあ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 、外じゃないから、普通だね。梅雨期間はショールームしたら、あ、天気お姉さんが登場するかもしれない。こんばんは。ショールームニュースをお伝えします。ショールームニュースは適当です、いつも。昔お天気お姉さんがここにつけるマイク憧れてたな、モコモコの。あれって目覚ましテレビのアナウンサーだけなのかな。湿度高いならポコの毛どうなる。なんかポコちゃんのケージのなんか上の方にすごいなんか霜みたいなの溜まってるなと思って見たら、ポコの毛が上昇して壁に張り付いてました。多分感冒なんだと思います。なんかすごいこういうケージがあるとしたら、ポコが生活してるのはこの辺なんですけど、この上の方のケージの側面になんかこうビャーって白い線みたいな、なんだこれってなって拭いてみたら、パラパラパラって毛なんですよね。不思議なものです。多分感冒期、こうやっても抜けないから分かんないんだけど、衣替えなのかな。でもひんやりシートを敷いてるんですけど、だいたいその下にいる。多分暑いんだと思う。だからそこが冷たいからいるんだと思う。ハムスターって寒毛期あるんだね。ねえ、なさそうなのにね。かわいいですよポコちゃん。最近はトウモロコシを本当にボリボリするのにハマってます、うちのハムスターは。そろそろ終わろうかね。46分だって。結構話しましたね。お疲れ様でした。今日も見てくれてありがとうございます。まあでも平日ラスト、今日金曜日か、平日ラストで皆さんね、1週間お疲れ様でした。明日から休めますね、土日。休める方は休めますね。お疲れ様です。そっか、6月初めての配信か。今月も何卒よろしくお願いします。6月も楽しんでいきましょう。雨にも負けず、風にも負けず、夏の暑さにも負けず頑張っていきましょう。では壇上を読んで終わりたいと思います。壇上読みます。13位セディアさん、12位シオさん、11位背番号ホッティエタさん、10位ジュンちゃん、9位ホクさん、8位カズノリさん、7位シロクマさん、
6位京井さん、5位テリーピーさん、4位バンボシさんでした。13位くやまでの皆さんありがとうございました。そして3位ローケーティさん、2位コバチャさん、1位トートーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。そして壇上の皆さんも、コメントしてくださった皆さんもありがとうございました。ということで皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。良き休み時間を過ごしてください。私は本読んで寝ます。バイバーイ。